さないとキャンパス他には何もない、貧しい絵描きが女優に恋をした、大好きなあの人にバラの花をあげたい。あの日街中のバラを買いました。100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる。窓から窓から見える広場を皆さんこんにちは、シニアのための弾き語り講座ギターで歌おうチャンネル、小暮です。今日はですね、フォークとは違って、加藤登紀子さん、バージョンでですね、外国曲100万本のバラ、これに挑戦してみたいと思います。それではまた、私の方がですね、イントロと、1番歌詞とコード付きで歌って、それから曲について、解説したいと思います。よろしくお願いします。他には何もない、貧しい絵描きが女優に恋をした、大好きなあの人にバラの花をあげたい。ある日街中のバラを買いました。100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる。窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして、それでは、解説させていただきます。まずいろんなバージョンがあるんですが、今回は、加藤登紀子さんのバージョンでですね、弾き語りしたいと思います。加藤さんはですね、のオリジナルキーは、F シャープマイナー、 F シャープマイナーでした。A より半音高い、A シャープマイナーですね。B の方からすると B フラットマイナーになります。今回はですね、半音だけ下げてですね、カップをつけずに A マイナーで弾き語りしたいと思います。使用するコードは本当に少なくてですね、これベース音、基調音の A マイナーですね。それと E7、 と D マイナー、
この3種類だけです。最後にですね、曲の最後で、Am6 を、これはまあ個人的な好みでですね、ということで6を、基本的には曲の方が Am と E7 と Dm、 この3つで構成された、本当にシンプルですが、メロディーの美しい曲だと思います。右手のですね、つま弾きですが、今回は、スリーフィンガーピッキングで調整したいと思います。まあ、普通で言えばこれ、曲がですね、ロシア風っていうか、もともと作曲したのがですね、バルト三国のちょうど真ん中ですね、ラトビア。どっちがリトアニアが一番南ですか。リトアニア、ラトビア、エストニアっていう。まあ、さらに上はバルト海で、フィンランドということでバルト三国って言われてますけど、そこの作曲家の人が、もともとはなんか帝政ロシアと、その後はソ連ですよね、に今抵抗する、そういう、反骨の歌だったみたいですが、それと面白いのが、この詩のモデルになってるのがですね、現在でいうとジョージア、昔は私たちグルジアって言ってますが、カスピ海と黒海に挟まれた、国ですね。ここに旧ソ連でいうと一番南の、そこの本当にいた画家の人がですね、フランス人の女優さんにちょっと恋して、そのエピソードをもとに作詞された曲だということで聴いています。ということで、本来で言えば小さな家とキャンパス、他には何もない、貧しい絵描きが女優に恋をした、こういう感じで、うんちゃうんちゃのですね、二拍子を感じられるうんちゃだと思うんですけど、今回はあえてスリーピングピッキングで、挑戦したいと思います。で、Am ですね、ベース音の5弦の開放弦、ちゃんと3で、同じく親指でスリーピングですので、親指で3弦を弾いて、うんちゃちゃ、また5弦に戻って、5弦、1弦、3弦、2弦ですね。チュンチャカチュカチャカチュ。E7 の場合は、ベースが、6弦の開放弦になりますね。これ、6弦、3弦、2弦で、またベース音。それで、1弦弾いて、3弦、2弦、これは一緒ですね。戻ります、Am。Dm は4弦の開放弦になります。これもですから、そこだけ、ベース音だけ違って、あとはですね、ズン、チャカ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 、ズン、チャカ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 。4弦で、同じく親指で3弦弾いて、人差し指で2弦、それで、親指で4弦弾いて、中指で1弦、チュチャチュチョ、これスリーフィンガーですね。Thank you.
ということで、でまあ、途中こうで、私前も言いましたが、ツーフィンガーの音がきれいに出せますので、こうツーフィンガーでですね、ギターのボディに、もう指を固定して、これで小さな家とキャンパスということで、中指でやってた1弦もそのまま、人差し指で弾いちゃうということで、今回私の方はさせていただきたいと思います。小さな家とキャンパス、他には何もない、ということで、スリーフィンガーで今回は挑戦するということ。イントロですが、これ本当になんかロシア民謡っぽいって、3連符がですね、これでもいいと思いますけどね。最初やったの、これ昔クラシックギターである、アポヤンド奏法とか言って、早くなると弾きづらいですよね。そうするとこの2本使った方がいいんで、ということで、ミミミレレレドレミファ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 、ミミミレレレドレミ、ミミミレレレドドシドレ、ここからフィンガーピッキングで、こうスリーフィンガーで、小さな家とキャンパス、他には何もない、貧しい絵描きが女優に恋をした、大好きなあの人にバラの花をあげたい、ある日街中のバラを買い、ですね、開放弦でミですね、ミで、シャープのファ、シャープのソ、ミファソミ、これでもいいと思いますね、ミファソ、100万本のバラの花を、あなたにあなたにあなたにあげる、窓から窓から見える、ハイコードで A マイナー、 D マイナー、 A マイナー、
Bm。ということでですね、まあ、これはこの下の E7 でもどっちでもたまたま、まあ、これは Am ですね、Am のこのハイポジションの Am、 これでもう押さえるの大変なんで、この1弦2弦3弦だけですね、フレット押さえて、あとはベース音ですね。で、同じくハイポジションの Dm はこれですけど、まあ、これを押さえると結構大変ですので、まあ、上の方だけ1弦、2弦、3弦ですね、これの Dm のコードをこう押さえて、で、まあ、4弦の開放弦が D ですので、でさっきの E7 は、まあ、これが E7 ですけど、まあ、ご存知のと C7 ってありますね、C7。これをこう言うと、これが D7、まあ、D7 これですけど、これも D7 ですね。さらに上げるとこれが E7 になります。ということで、この E7 を使ったということです。ということで、それではですね、最初から、通しでですね、歌って終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。小さな家とキャンパス、他には何もない、貧しい絵描きが女優に恋をした、大好きなあの人にバラの花をあげたい。ある日街中のバラを買いました。100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる。窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして、すべて売ってバラの花、買った貧しい絵描きは窓の下で彼女を見てた。100万本のバラの花をあなたはあなたはあなたは見てる。窓から窓から見える女優は別の街へ、真っ赤なバラの海は華やかな彼女の人生、貧しい絵描きは孤独な日々を送る。心
100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる。窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして、100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる。窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして、最後までご視聴ありがとうございました。加藤登紀子さんの100万本のバラでした。